ダラス美術館は、アメリカ合衆国テキサス州ダラスのアートディストリクトに、ある美術館である。ウッドオール・ロジャース・フリーウェイ沿い、セントポール通りとハーウッド通りの間に位置している。1984年までは、フェアパークの中にあったが、同年にアートディストリクトに移転した。建築は、アメリカ建築家協会ややゴールドメダルを2007年に、 受賞したエドワード・ララビー・バーンズの設計による、紀元前3000年から現代まで2万4000点以上の芸術品を収蔵している。大胆な展示方針や受賞歴のある教育プログラムでも知られている。付属の図書館であるミルドレッド・アールフレデリック・エム・メイヤー図書館では5万冊以上の本がキュレーターや一般の利用者に公開されている。 フレデリック・チャーチ、氷山、1861ダラス美術館の歴史は、ダラス美術協会が設立された1903年に遡る。同協会はまず、ダラス公立図書館で絵画の展示を始めた。テキサスの芸術家、フランク・レイは、できたばかりのこの図書館で作品を展示する機会を得ている。この方向性を推し進めたのは、 同図書館の最初の館長であるメイディクソン・エクソールだった。彼女は次のような考えを持っていた。展覧会やレクチャーを通じて、アートへの関心と知識を養うこと、高級的なコレクションを形成すること、地元のアーティストたちの作品にお金を出すこと、アートに対する支援を個人と企業から募ること、アートを支援する市民を称賛すること、 順調に収蔵品を増やしながら、1932年には、ダラスミュージアム・オブ・ファイン・アーツと名前を変更。1936年には、テキサス100周年展の開催を機に、フェアパーク内に新しく建てられた、アールデコ町の建物に移転した。この新しい建物は、フィラデルフィアのポール・クレの助力を仰ぎつつ、ダラスの建築協会によって設計された。 今でも同時に減損している。1943年には、ジェリー・バイウォータースがデメフェの館長となり、それから21年にわたって在職し続けた。自身もアーティストであり、美術批評家や教師としても活動したバイウォータースは、印象派、抽象画、そして現代の名作の購入を進め、地域と深く関わる美術館としてデメフェを発展させた。 ギュスターブ・クールベ、雪の中の狐、1860、ダラス・ミュージアム・オブ・アートこのようなアイデンティティは、今もなお、ドマのコレクションにおいて、アレクサンドル・ホーグやオリン・ハーマント・ラビス、そして、バイ・ウォータース自身による作品に代表される。1963年、デメフェは、ダグラス・マッカーギーが館長を務めていたダラス現代、美術館と統合された。1964年、 統合された美術館の館長にメリルシール・ペルが就任。二つの美術館が持っていた収蔵品がすべてデメフェの建物に集められたため、突如としてポール・ゴーギャン、オディロン・ルドン、アンリ・マティス、ピエト・モンドリアン、ジェラルド・マーフィー、フランシス・ベーコンらによる重要な作品が同地に収蔵されることになった。1965年にはピエト・モンドリアンのアートや彫刻、 20世紀と題された展覧会が開催された。1970年代後半、収蔵品の拡張と展覧会プログラムの増大に伴って新しい施設が必要となった。ハリー・パーカーの指揮のもと、デメフェはビジネスディストリクトの北端へと移転した。建物はニューヨークの建築家、エドワード・ララビー・バーンズによる設計だった。 建築費用の5400万ドルは、司祭の発行による資金と個人による寄付で賄われた。素晴らしい都市は、素晴らしい美術館を持つに値するというスローガンの元でプロジェクトは進められ、1984年に、竣工した。同年1月29日に、新たな美術館として、正式にオープンし、名前が、ダラス美術館に変更された。ありがとうございます。